はい、どうも、カーテツです。本日はデデーン大岡山空港に来ております。と言いますのもですね、本日はですね、これからですね、羽田の方に向かってですね、神宮球場の方にスワローズを応援したいと思います。それではレッツラッゴー。はい、どん天です。今からモノレールで浜松町に行きたいと思います。それではレッツラッゴー。羽田ターミナル3。わお、それではですね、大門駅でこれからお客さんを迎えたいと思いますけど、大門駅前はですね、いろいろ工事してますよ。もうほんと大問題ですね、ほんと。でで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 じゃじゃーんじゃじゃーん、国立競技場でいいです。それではですね、続きましてですね、ちょっとですね、珍しいイベントにちょっと参加したいと思っております。それはですね、つば九郎さんとドアラさんのトークショーがございます。というところで、今から青年館ホテルの方に向かいたいと思います。それではレッツラゴー。青年館ホテルでございます。それでは中の方入っていきましょう。ようこそ青年館ホテルへ。めっちゃ並んでます。うわら、会場内は電話がダメだそうです。神宮球場にやってまいりました。ちょっとね、早いんですよ。ただいま時間3時25分でございます。ちょっと人少ないんで、いろいろ撮影してみたいと思います。レッツラゴー。おー、あぶり寿司だそうです。美味しそう。ファンの人は必ず寄る、グッズショップに、つば九郎店でございます。なんじゃおりゃー、なんですかこれは。ハワイアン、ハワイアンつば九郎いっぱい。9番ピッチャーラングドシャー。つば九郎の家です。中はこんな感じ。こんでーす。あー、こちらビールの方が甘さそう。はい、というところでございましてですね、お次はですね、神宮球場でスワローズ応援したいと思います。それではレッツラゴー。それでは着きました、神宮球場でございます。入っていきましょう。どうかなあ、いっぱいあります。牛、高菜も牛でしょ。パンフンライス、牛パンフンライス、ショーマが大好きな明太釜玉うどん。
10番ですね。焼きそば出てます。はい、それではですね、今10番入りました。10番本日のお席はですね、なんとなんと中野屋です。伊藤忠新居でございます。はい、ここでございます。ズドン。はい、このような景色の席でございます。そしてテーブルがついている。ドン。こうやってご飯ゆっくり食べれます。高菜丼と、そうまくんの明太子かまたまですね。はい、ビールもあります。それでは高菜丼いただきたいと思います。ツーランホームラン、高菜がよく混ざってて、そして牛丼も美味しいです。マイユー、うま、マイユー。本日のシステムはですね、このようなシステムとなっております。まあ、カメラはまあ前からアルファ 7C なんですけど、こちらの方タムロンのレンズですね。タムロンの50焦点距離50から400の望遠レンズでございます。焦点距離50から400伸ばせますんで、そこからですね APS-C モードでいけば 1.5 倍になりますので、400でもさらにまあ伸ばせるというところで、このシステムというところで、まあ台座もつけてのこの三脚ということになっております。このシステムでお送りしたいと思います。聞く相手間違えてます。そう
ですね。はい、皆さんも大爆笑ありがとうございます。3番目は大学4年生からの質問です。社会人になって理不尽なことがあったときどう対処しますか？これはね、社会に出る上でそういった場面もあるかもしれません。ではドアラからお願いします。それが社会人だと納得する、お大人なコメントですね。ではつば九郎、ゴルフボールで叩く、ダメダメ、それはダメですよね。あ、ぜひ参考に。続いて大学4年生からの質問です。現在大学4年生になっておりますが、学生のうちにやっておくべきことは何ですか？なるほど、現在大学4年生、今のうちにやっておくことは、ではドアラから北海道に行きましょう。さっき安村さんもね、行きましたもんね。投げてきましたね。いいですね。ではつば九郎、あのダメです、ダメです。最後の質問です。大学1年生から、座右の銘は何ですか？さあ、お二人の座右の銘ではキャンドルつばって書かないでください。やめてください。本当にいいんですか、グランドでこんなことやっちゃって。ではドアラ、座右の銘お願いします。無理しない、大事ですね。ではつば九郎、油断大敵、おでん大焼きですね。ワードがやぼしいので、つば九郎とあら、ありがとうございました。皆さんの悩みを解決してくれました。はい、それでは両チームスターティング大学の発表です。北海道出身、元高校球児のとにかく明るい安村さんでお届けいたします。盛大な拍手をありがとうございます。さあ、それでは赤矢のコールを受けてからファーストピッチをお願いします。
チームにとって欲しい欲しい1点が入りました。犠牲フライ、あの打席、ご自身でどう評価しますか？本当にちょっとできすぎかなというふうに思います。そして守備でも5回には最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次回の動画までバイバイ。